スガミライ14歳アイドルのお仕事って楽しいことばかりで大好きですモガミシズカ14歳ですユニット活動も全力でこなしてトップを目指します私イブキツ最高に可愛くてモテモテなトップアイドル目指して頑張ってまーす箱崎セリカですこのプロジェクトに参加してもっと広い世界のことを知りたいなって 望月、女、このプロジェクト、すごく、楽しみにしてた、よ。な、七尾おゆりです !100 年後まで読まれ続ける一冊の本のように、誰かの心に残るアイドルを目指してます大きなプロジェクトが始まるって聞いてますけど、 あなたがプロデューサーさんなんですか佐竹美奈子です。ボリューム満点の笑顔をこのプロジェクトでも届けたいなって思います。松田あ理さ、16歳。アイドルちゃんたちともっともっとお近づきになれると聞いて飛んできました。やっほー、ところめぐみだよ。え プロデューサー島原エレナだよよろしくね早く踊りたくてウズウズしてるの私は大坂海いろんなアイドルが集まるなんてすっごく楽しそうだよねねえねえプロデューサー早く行こうよ俺長吉ル。アイドルがたくさん集まるプロジェクトってよく分かってないけど。 俺が選ばれたってことでいいんだよなどうもどうも福田のりこですドリームマッチみたいなプロジェクトに呼んでくれてありがとねプロデューサー私舞浜歩むこのプロジェクトもアメリカ仕込みのクールなダンスでバッチリ盛り上げていくよエミリースチュアートと申します私こんなにも素敵な皆さんが集まるこの舞台に参加できて でも嬉しいですはいほー祭りは祭り姫なのですみんなが集まるパーティーがあると聞いてお城から白馬に乗ってきたのです真壁瑞希です。6歳までピアノ。中学ではバトンを学び。今はなんとアイドルをやっています。じゃじゃーんついに 探り寄せてしまったねポロちゃん最高にかわいいアイドルあかちゃんとの絆を <laughs> ババ好みよセクシーでクールな大人のオーラをこのプロジェクトでも振りまくわ百瀬リオよ新しいプロジェクトでも大人の女の魅力でみんなの視線を釘付けにしてあげるわああ この二階堂千鶴なくしてアイドルの祭典の幕は上がらなくてよ中谷育10歳ですすっごいアイドルになってみせるからプロデューサーさんも手伝ってねあちょっとマ桃子だよもともと女優だったけど今はプロのアイドルなんだもちろん知ってるよね大神まき12歳 ねねえねえ親分このプロジェクトに参加したら友達がたくさんできるってホントあたしはジュリアアイドルの祭典にあたしを呼ぶなんてあんたは変わってるよなプロデューサーロコはイノベーティブなこのプロジェクトで自分のイメージをアクチャライズしたいと思っていますミヤオミヤですプロデューサーさんと私で ユニットを組むんですよねえ違うんですか白石紬と申します。金沢から出てアイドルをしております。どうぞよろしくお願いいたします。桜森かおりと申します。アイドルになる前は音楽教室で講師をしていました。はい。 プロジェクトのことは伺っています。